皆さんツッコミはこんにちゴードです。自分で笑ったらあかんよね、こんなくだらん。まあいいや、皆さん考えたことないですか？日本人はもう小学、もう今の時代ではもう小学生から英語習わされる、覚えさせられるですけど、中学生とか高校生の時英語習ったんでしょ？自分の英語力はやっぱこれじゃちょっとなっていうところがないですか？そしてなんでヨーロッパ人めっちゃ英語うまいか考えたことないですか？フランス人、ドイツ人、まあヨーロッパ全体、母国が英語じゃない国でも全然英語うまいじゃん、みんな。みんな習ってるなのに、なんでそんな流暢にならない？原因が分かったかも。YouTube を適当に見てたら不思議な動画にたどり着いてしまった。なんか人のこと言えないよね。俺、日本語でこんなに噛んでさ、日本人は英語できないよってね、そんな言えんの。まず俺、日本語できてない。とりあえず、その動画を今日一緒に研究したいと思います。I have a bad case of diarrhea っていう英語のレッスンなんだけど。まあ、自分で日本語を覚えたり、学校で1年間習ったし、そんなに下痢がひどいですっていう、まあ、下痢がひどいですっていう英語の文なんですけど、そんな、なんか下痢についてのレッスンはなかったよ。まあ、下痢っていう言葉分かれば、いずれ、なんか、自分の知ってる文法とか、他の言葉を合わせて、そういう下痢の気持ち伝えられると思うんですけど、で、下痢がもうひどくて、病院行きたい、なんか救急車呼んでくださいとかね、そう、まあ、そういう文はね、多分俺、人生初めて今の文喋ったんだけど、下痢、だけのレッスンは必要ないと私は思います。やっと要点にたどり着いたね。それが言いたかったです。まあとりあえずいきます。コール&アンビュランスプリーズ。 OK Hold on コール&アンビュランスプリーズ。マイストマック。まずレッスンでこのストマックの日本人発音やめてください。My stomach。 聞けば聞くほどの発音が身につくんで、最初からちゃんと発音で覚えた方がいいと思うんだけど、その上に多分この YouTube チャンネル見てくれてる日本人のみんな、多分私の影響で日本語下手になってると思います。私の微妙に間違ってるニュアンス毎回聞いて、はい、その影響も受けてると思うんですけど、まあよろしくお願いします。この動画にいいねしてください。救急車を呼んでもらったからといって安心はできません。しっかりと自分の状態を相手に伝えましょう。I have a bad case of diarrhea。 これ英語のレッスンなのか、下痢になった時どうすればいいか、緊急事態の時のレッスン。私はひどい下痢です。大変やね。 I have a bad case of diarrhea。 使ったことない文ですね。 I have a bad case of diarrhea。 Bad case of diarrhea っていうのは下痢がひどい。もう下痢って言えばいいと思う、英語では。I've got diarrhea. I have diarrhea. It's really bad. みたいな流れの方が自然かな。とりあえずね、下痢です。で、その後に、あ、やっぱちょっとひどいわ、これは。みたいな流れの方が自然だと思うけど。で、これで、下痢の曲が始まるんで。いくよ、いくよ。うん。Yeah. 下痢。ゲリゲリゲリ。 I have a bad case of diarrhea. 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 っていう日本語のレッスンですこれは。こんなんだから上手くなれないんだよ日本人。まず曲にする、まあ、じゃあ、ね、曲だったら覚えやすいじゃん。でも曲にするまで覚えさせようっていう単語っていう文章は、私はひどい下痢ですっていう。曲まで、曲化するんだったら、もうちょっとま、ね、マシな、ま、もう、マシっていうか、もうちょっと使えそうな、いやいや、もういいや。肩に手を乗せ、I have、クロスして、a bad case。お腹をさすって、of diarrhea。I have a bad case of diarrhea。それで、まあ、このレッスンは、まだまだこれからです。ずっと曲が続くんですよ。ジェスチャーゲームの要領です。感情を込めてやってみましょう。うん、そういう下痢がひどい時に、多分英語でも
日本語でもそこまで感情を込めなくていいと思うよ。下痢だって言えば大体伝わるよ。で、ひどい下痢だったらそれはまた伝わる。英語でも I've got really bad diarrhea。 逆に感情を入れた方が元気だと思われて、そんなにひどいのかって疑われるかもしれない。 I've got really bad diarrhea のが伝わるかな。I have a bad case of diarrhea。 ね、それはちょっとふざけてるように思われるんで、あの救急車呼んでくれないんで、はい、ずっと曲が続く。これで覚えましょうね。ゲリ、私はひどいゲリです。よくね、よく使うよね。毎日のように使うよね。毎日ゲリやもんね。他の動画出てきたんだけど、命を助けてっていう、好きなもの持ってて、あ、これふざけて作ってるか。俺がやられた、これ。何をアップしてる？脇？これ？何？カメラマン、何が見たい？何が見たい？何が見たかった？何？そういう物が盗まれて動くんじゃない、命だけは。 Spare me my life って言ったことない。まあ今初めて言ったんだけど、映画では使うけど、やっぱこれふざけて作ってるよね。本気でこんな作ってるわけじゃないよね。俺がやられた。まあそういう動画なんですけど、日本人こういう動画みんなに突っ込まれてるよ。世界中の、日本以外、まあアジア以外の全員はこういう動画見て、日本大丈夫なのかって心配されてるよ。皆さん、また次の動画で会いましょう。じゃあねー。